はい、それではね、ラジカルリロケーション続きをやっていこうと思います。続きですね、レベル11からですね。はい、こっからはね、初見なんですよ。はい、なんでまあちょっとじっくり、やっていけたらなと思うんです。結構広そうだね、マップ。はい、ちょっと見てみようか。めっちゃ遠いやんむっちゃ遠いやん。こう行ってこう道が覚えられないで、なんか運ぶのがボール4つあるね。うん、これ球体を運ぶのって難しいんですけど、どうしよう、セダン使う、久しぶりに。ちょっと他にも車見てみましょうか。良さげなのがあればいいんですけど、フォークリフト、どうなんでしょうね。前回はこれ使ってましたよね。まあ、これが一番ね、荷台があるか便利かなと思うんだけど、性能的にはこの辺が、これすごい速いね。次は13になったらアンロックするんで、じゃこれもちょっとアンロックしとこうかね。まだ一応パーツは余裕がありますんで、はい、ちょっとこの SUV を使って、今回やってみましょうもうでもさ、ボール4つ運ぶって考えたらここ乗せるでしょ。難しくないこれ。ちょっとソファーにも乗せるしかないですよね。で、これがこぼれないように、散るよねこれ絶対。こうか、あ、こうか、もうこれしかないよね。普通に考えたらで、まあいいか。で、アップグレードは、これマグネットとか使ったらいいんでしょうかね。まあまあ別にこれは今はいいか。マップはもう一回確認、まっすぐ行って道なりに行って、右曲がって、突き当たりの一個手前を左に曲がって、これどっちかな、こっちの先っぽくない。まあちょっと一回行ってみようか、もうゆっくりよし、行きますよ。まあ、リセットはできるので、はい、こう行って、この辺ちょっと通りますよ。こっち、ここで、あそこはショートカットできそうだね。で、もう一気に奥まで行っちゃった方がいいんじゃない。こうして結構開けてるから、ほら。で、ちょっと減速しつつ、あーでも木がいっぱいある通らして、通らして、ここ、よし、どこ抜けられる、こっちかな、こっちかな、ちょっと待って、分からへんな。あ、このラインがちょっと待って、通れへんこれまんまスノーランナーでも同じような作業してますけどあ、ずれる、動いてきた、あ、落ちたな。ここをちょっと抜けるのが難しそうかな。どうですか、もう一回ちょっと行ってみましょうか。ちょっと減速し、あー危ない危ない、減速しつつ曲がってちょっと傾いてます。あっあそう、いいですよ、いいですよ。よしちょっとあかんわ、急いだあかんわ、はい、よし、まあ3分あるんでね。ちょっと待って、いきなり落ちたいる、あ、ちょっとこっち隙間空いてるね。あ、てかずれてきてんの、もしかして。これがこうでしょう。ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回積み直しますわ。はい、よし。ずれるんか。厄介やな。これで乗せるしかないもんね。よし。乗せるでしょ。で、こうだね、違う、これで蓋をするしかないよね。
まあまあちょっと隙間ありますけど、うん、よし、うん、じゃあちょっとゆっくり行ってみますよ、とりあえず。大丈夫かな。でも若干なんていうのかな、ボンネットもこう丸みがあるんで平らじゃないんですね、少しね、うん、完全な平らではないと。もともとまあ物を乗せるものではないですからね、うん、よし、でちょっとここら辺なんかこういうさ、抜け道とかあったらいいよね。トンネルが実はこっちの方にあって隠し通路みたいなのがあったりとか、うん、よし、最初の1階が今一番遠くまで行けてるってどういうことなんだ、うん、こっち側をとこっちかな、ここを、ちょっと待って、難しいなこれも、こっち通ってこっちを切り返しつつね、うん、ここを通りますよ。これはでも時間かかるな、すごい。この間抜けられる、うん、難しいな、こっちやな。これはちょっとルートが厳しいのか、ちょっと無理があるかな。切り返したらいける、ちょっと当たるもんね。一応いけたで、そっちに抜けたい。よし、そうそうそう、あ、嘘、ぶつかったらあかんのか。いけそうだけどちょっと時間がかかるんで、なら、どっち、まあこういってこの辺がちょっと際どいんでしょう。こういけるんちゃう、ここ隙間あるよね、なんか、うん、そっちでちょっと行ってみますよ、うん、途中まではいいと思って。よし、ブレーキも大事ですね。ちょっと揺れてる、うん、そのファームの手前のこの道を置いて、そこ左だね。その先に抜け道があればいいんですが、どうなるんでしょう。落とさないでね、うん、あ、ここ行けそうだね。ここはね、いい感じだね、普通にやる分に。あ、一直線で行ける、 OKOK、 こっちだ、いけるか、加速して、はい、引いた、うん、43秒ですね、うん、まあまあいい方です、ね、こうやって、クリアするとーパーツがね、ボディボディ、これなんていうのか分からへんけどもらえると、はい、でこれでまた新しい車のね、作る時の材料にしていける、うん、こういう感じですね。はい、12ですね。また遠くないのどかなのはいいけど、どこや、先がめっちゃ遠いやん。ここ通れんのじゃ思ったけど、これちゃんとリアルに木のあるところが緑になってるとしたらここ通れるよね絶対、うん、で、道なりに行ってこれが生え、生えちゃう、うん、生厚みましょうか。何このニトリで売ってるソファーみたいなやつそれね、これどうやって乗せんのさバランスがな、ちょっとリクライニングを、こう、うん、てかサッカーゴールとかもあるけど、じゃさっきサッカーゴールやな、これこう、違う、こうやな、うん、なんかこうかぶせる感じにして、この隙間にちょっとボールと入れて、ラケットで一応ちょっとボールが出てこないようになるかわからへんけど置いときます。これは入らへん、入る、入った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 、もうちょっと奥入れたい、いけるんちゃうの、まあいいわ、これでいいや。落ちるかな、落ちるかな先にサーフボード入れてよかった、まあ、横の上に置いて、でソファーですよ、うん、乗ってる、一応乗ってます、まあ、横の上に乗せるよ、
ちょっと待って、ちょっと待って、一回レセットします。はい、アップグレード、ちなみに新しいのは特に出てないですね。うん、あとソファーとチャリですよ。うん、ソファー上に乗せるしかないことないと思う。乗ったね、乗ったね。傾いてる。しかも落ちて、ああむず。ちょっと待って。これむずいわ。どうしよう。こうかな。綺麗にね、なるべく。うん、で、これ横向きやんな。ボールとかがむずいよね。これがほんまに。おお、いった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 、うん、でボールがちょっとくせ者ですよ。でチャリで塞ぐしかないね。 OK、 よし、いい、これで。で、道もう一回見ようか。こっちって言ってたね。こっちだね。こっち抜けて道通って、左右、うん、よし、行こう。いいですか。じゃあ行きますよ。はい、ゆっくりね。最初の1回は特にちょっと慎重に行きましょう。クリア優先で、はい、ボールが落ちそう。よし、ちょっと切り返して、ここが通れるかどうか、まあ、まずはちょっと見てもうすでにちょっと歪んでるんで、うん、スピードが出せないですね。そこを道路までは、あ、一応行けますね、うん、で道路上は特に問題ないですか。はい、うん、よし、段差もクリアしました。はい、ちょっとゴミ箱があるよ、ゴミが、うん、道路がそんなに太くないね、うん、ここを左ですね。ブレーキ、ブレーキ、小刻みにブレーキして曲がっていきます。よっ、ちょっと傾いてるんでカーブは慎重に行きます。で、2本目を右、うん、ミニマップもっと拡大できたらいいの。ちょっと範囲をね、広げられたらいいの。あー、嘘。やりますよ。よし、ぶつかっちゃった。よし、いける。ちょっと幅があるんで、おお、怖何も飛んでない。サーフボードは乗ってるね、ちゃんと、うん、よし、運転感性をねきちんと考えて、ここはちょっと慎重に行きます。よし、で、まっすぐ行ってそこを曲がるんだね。ここを左、ルートは結構いい感じで行けてると思うんだけど、ちょっとここが左に曲がるのって大変。よし、行ったね。さっき車にぶつかったのか、さっきは。じゃあちょっと右寄りに進んでいきましょう。で、こっちの、多分ここやな。あー、やっちゃった。サッカーゴール運ぶ人っている？車で。そもそも、まあそもそもサッカーゴール持ってる人いる？所有してる人。きちんとでもボールもセットになってるのがなんかねリアルなのか、そうではね、どうなのか。はい、まあ、いいですよ、うん、ちょっと歪んでくるね。ちょっとした歪みがだんだんこうやって振動があると大きくなっていくと、うん、ちょっとカーブは慎重にいきます。2分あるから時間は割と余裕持って、
設定されてますね今のとこ。うん、これからどんな鬼畜になっていくかは知らないですけど、でここの本当は2本目を回るんですけど、ここ曲がったらそこ突っ切っていけそうじゃない、ちょっと慎重に。あ、なんかすごいジャンプ台みたいなのあるこのなんていうのかな、世界ラン、あ、ちょっと落ちそう。1位とかの動画とかがねすごいことになってそうですけど、これでもまだこのジャンプに耐えうる車がまだ出てないよね多分。うん、いける、落ちないでね、頼むよ頼むよ、頼む頼む、落とさないでもうそこだから、もうそこだから、よし行こう、もうクリアしちゃおう。はい、いけるいけるいける、よし、はい、 OK。 あー、ちょっと星2個でしたね。うん、まあいいか、よし、レベル13になりました。レベル13でもう1個アンロックしてたよね確か。アンロックあとレベル10、あ、まだなの、これを13クリアしたらアンロックか、そういうことだね。じゃあもう1個、やらないといけないと。ルームランナーとかありますけどね。どこ、ここでしょ、どっち行ってんのかな、こんなもうここ通れそうだね。まあ道なりに行ってこうだな、シンプルに行きます。線路、これが線路だと思うんで、線路はちょっとあんま通らん方がいいかな。よし、あら、あー、まあ、乗せるか、大変やな。とりあえずそうか、乗せて、鉄アレイはここに入れときますよ、ちっちゃいし。でサーフボードで蓋します。蓋になるの、うまく置ける場所がないね、サーフボード。これなんか物にくっつけて設置しないといけないので、置き方がやっぱ大事なんですよね。こうやって置いとくか、とりあえず。よいしょ。はい。で、あ、まあ、この四角いのとかあるかな。あ、でもそれを置いちゃうと、この卓球台が置けなくなるからな。こうね。むずいな。うん、で、ルームランナーをすぐ真ん中に置こうか。ちょっと傾くけど、この辺に乗せときますよ。チャリ、これ倒しといた方がいいかな。うん、倒れ、こうか、こうだな。よし。この卓球台がちょっと不安定だから心配だね。これをちょっと、まあ気休めだね、これは。ね、まあいいわ、行こう。よし。一応アップグレードも見ときます。もうだいたいこの5種類なのかな、アップグレードは。よし、もう一回確認しますよ。まっすぐ道なりに行ってここを曲がって、でここを通れたら通りましょうか。で通れそうになかったらこっち側回って、こっちだね多分、ぐるっとこう行かないといけない。線路越えなあかんのか。いや、いっぺん行ってみよう。うん、いきなり傾きましたけど、落ちるかな、ちょっと自転車が落ちるかもしれない、まあ、ちょっと慎重に3分じっくり、もうシーソーみたいになってるしさ、道も荒れてるし、どうしよう、行ってここ、よし、行けた。ここ行って、この段差も気になりますね。はい。よし。で、ここをまっすぐ。
登ります。風とかあったらもうとんでもないね、うん、まあ、今んとこ大丈夫、はい、よし、いける？ストップ一時停止ね、はい、でどうなってる？ここを通る？通れたらショートカットか、いけんのかな。ちょっといっぺん幅がどんなもんか見てみます。うわ、ギリギリや、ギリギリや。サーフボードが当たる？大丈夫？ちょっと天井にあるから直接は当たんないかな。よし、いけたかな。これで何とか。お、ちょっと待って、大変やでこれスピード出せへんな。よし、よしよし、微調整しながら行きます。でもう見えてくると思うんだけど、その木の間が抜けられるかどうかですね。ショートカットできるところがあるかなさそうだけど、もうそこなんですよ。いける？もう線路越えないといけないとなるとちょっときついな。開けてる、開けてる、どっかが開けて、あ、ここ開いてるやん。ここ通ろう。あ、ちょっと、これ、もう一個手前でもよかった。よし。アンプ今。もうあと36秒しかない。星1個じゃない、これ。まあでもなんとかいけました。はい。よし、1個でしたね。時間は、もうかなり後ろの方でした。はい。しょうがないな。よし。で、見てみようか。なんか来ました、ゴルフカート使えもうちょっと使えるやつ用意してくれへんかな、ほんま。これが一番いいんだけど、使ってみる、ゴルフカート。まあでももったいないかな。ちょっとこの辺でまあいいのが出たら、パーツもちょっと残り1個しかないやつあるんで、ちょっと温存しときます、はい。え？あ、これか。ルートはどんな感じやろ。また遠いな。こう行って、こうだな。道なりに行って、曲がって、こう行って、こう。よし。で、サボテンとか。細かいもんが多いね。どうすんのかな。あ、いる？この隙間に入んの？入らへん。いや無理じゃないこれ、どうなん。まあもうこれは隙間に入らないんだったら裏返しの方がいいね。SUV、 あ違う、本棚が傾いてんのかむず、これはむずいな。乗らへんしな、しかもこれでしょ、この上乗らないもんね。無理やり乗せていく。乗るところ入手。はい。あと？ちっちゃいんだよ。よし。これね。これ入るんだ。あ、一応開いてるのは開いてるんだね。あんなこの隙間に全部差し込んでいけばみたいな感じなんですかね。難しいけど、ちょっと取れへん。よし。よし。まあ、とりあえず乗ったのは乗ったんで、いきますよ。これは変わらず、道なりに行って、
ここで斜めに行ってこうね、はい、よし行きましょう。大変やな引っ越し。引っ越しのアルバイトは2回ぐらいだけ学生の時したことありますけどね。うん、初心者なんでって言って重たいもんは全部持ってもらいました新入りなんでって、うん、まあ、短期のアルバイトだったんで、うん、ね、うん、でもテレビ2回ぐらいちょっとあの壁にぶつけましたけど、うん、報告はしなかったです。はいよし、よし、はい、いける？こっちで合ってたっけ？ここ危ないな。ここを、え？どこだったっけ？ちょっと道が分からへんようになった。まっすぐでよかった。まっすぐ突き当たり行って、曲がって、斜めだよね、うん、こうちょっと、あまだ命は続いてる、うん、よし。そうか、こうすればね、本棚の引っ越しって本入れっぱなしでよかったんだっていう大変ですよね。なんかよし、あー落ちないで、落ちないで、もうここまで来たんだからね、うん、もうちょっと我慢しようね。よし、だいぶ時間かかっちゃうね。あそこだね。でも落ち道なりに行くか、庭を通るか。よし、こっち直線的に行く。落ちない、大丈夫、落ちない。よし OK、 よし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 、なんとか、まあ、星2個は獲得しましたねよし、運び終わった後に早速ぶつけてますけど、あ、よし、これで、15ですね、レベル、うん、ちょっと道見てみますよ。もうなんか通れるところ限られてくるね、うん、くねくねしてます。この辺とかまあ行けそうだけど、道を覚えるの大変やんね。こう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 ねちょっと覚えきれる自信がないけど、なんか多くない。あー、ピアノ来た、これは変わらず、うん、どうしよう。SUV はもう今回で終わりですね、まあ、一応どの車でも全部運べるようになってるのかな。設定はね、どうなんでしょうね。ニトリのソファーと、うん、じゃあピアノが先やな。逆さにしよう。ピアノ重たい感じするよね、すごい。ずれた。これぐらいか。で、重心を考えると違う。立ってんのか。こうかな。ずれた。犬小屋はここに置くしかないね。あとなんかなかった？ああ、これか。鉢植えが。どうしよう。ソファーの上かな。うん、まあまあまあ、これで行こうか。道、まっすぐ行って左、右、左、まっすぐ、まあまあ、こうやって行くか。ちょっと分からない。覚えきれないんですけどちょっと待って、すぐ行って、まず左ね、うん、よし、じゃあ行きます。もうすでに傾いてるもんな、これ。ほら、重心怖いですよ、これは。難しそう。
まあでもね、散々スノーランナーで鍛えられてきましたから、はい、これ式でね、根を上げているようではね、はい、まだ15でしょ、レベル30までありますからね、ショートカットすればよかった。よし、ここをこっちに曲がるのが怖いんですよ。右にほら落ちていくから、これはゆっくり回らないといけない、よし。だからカーブがね続くのがほんま嫌なルートですよね、これ本当。まっすぐ行って、そこまたカクカクっと2回曲がらないといけないんで、いや、まっすぐ行くか、そこまっすぐ平らやし。よし。こうまっすぐ、ちょっと公園みたいなところを通り、頼むよ。うん。気が揺れてるからなんか。時間なくなるな、これ。ちょっとこの身長差でいくと。あ、セーフ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 。ピアノがだいぶ落ちてきた。頼むよ、頼むよ。落ちないで、落ちないで、落ちないで、落ちないで。よし。こっちだね。こっち行って、まだ曲がらないといけないです。まだ曲がらないといけない。合ってる？あ、間違えてる。そう。これ途中でマップ見れないな。マップもうちょいでかくしてほしいんだけど。ここじゃなかった。なんという。やり直した方がいいのか。行ける限りはちょっと行ってみましょう。あと一応一本あるし、ね。ここか。よし。怖いな、これ。1分でしょ。よし。次、買う車は軽トラにしようねってなるんですか、これ。これ引っ越してそんなにしないですからね。あと40秒しかないんですけど、まだ結構あった気がするんだけど、距離的に。よいしょ。ここもういい？で、ここも行って、まだやな、まだやな。30秒では無理やな、これ。きついぞ。だんだん落ちていくし。よし、20秒。ルートを一応確認して。間違えなければギリギリって感じかな。こう行って、で、まっすぐ行って右だね。5、4、3。もう突っ込むしかない。あー惜しい、見えたけど。もう帰ります。うん。積み。あ、もう一回落ちたんやけど。ここ、葉っぱが当たるから、あれか。こうかな。こうしとくか。よし、まあいいわ、行こう。最初、まっすぐ行って左ね。はい。よし、まあ一回通りましたんで、はい。ここはショートカットします。カーブをね、なるべく緩やかに回っていった方がいいと思うんで。よし、段差がありますけどね、これで。よし。で、そっちを曲がって、な、結局そこを、あれやな、2回回らないかんって考えたら、こっち行っても、右曲がってもあんまり変わらないね。ここがちょっと角をはしょれるぐらい。ここは慎重に行きたいね。よし、頼むよ。よし、いいね。はい。で、まだ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 、うん、2分あります。よし、ここで40秒ぐらいだと。で、くねくねと。これルートね、限られるよね。柵があったりしたら通れないし。ホバー、あ、危ない。
喋る余裕がなくなってくるんだけど、うん、ちょっとここ曲がりたい、曲がりたいよ。こっちのカーブは大丈夫なはず。普通に曲がってる、うん、まっすぐ行ってあと1回右右折、うん、よし、まあ、時間内には行けそう。落とさなければ。あのね、でもだいぶずれてるよピアノ、うん、まあ、なるべくならそのアップグレードをね使わずに行きたいんで、よし、まずは行って行って、落ちそう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 、行け行け行け、よし行った。あ、2個ね、はい、よし結局全部壊れるんやんっていうね。よし、一応15まで、行けましたね、はい。そしたらね、まあ、今日のところは一旦これで終わりにしておきます、はい。次回ね、またこの続きからやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。